来ましたよ、リルリノさん。はい、おはようございます。大井競馬場。イエイ。全然当たってないですけど、今日ね、はい、なんかなんとか賞っていう重賞が、東京記念賞、これですね、11レース、まあ、それをやるんですけど、はい、まあ、初全部のレースやってみようっていう。嬉しすぎる。途中で帰るとか言わないでくださいね。もちろんですよ、全部やりますよ、やるからには。で、一応ね、はい、あんまり調子良くないんで最近、そう、ね、ちょっとゲスト、おゲスト呼んでます。誰？どうぞ。3連単でディープインパクトですかね。1でディープで来る。で、ゴルシが3着。うるせえ、お前。ディープインパクトもういないから。リノリノさんじゃないですか。カリスマさんじゃないですか。あ、違います。名前変わりました。え、何になったの？私、カリスマ大山改め、大山ナンバー3になりました。また中途半端。いやいやいや、あなたたち何かけようとしてるんですか、勝手に。え、今日の企画はダメだ、ダメ、どうせ当たんないんだから。ディープインパクト、ね、違う、もういないか。あのですね、あのリロニノさん2月6日生まれなんで、はい、2と6だけ縛りで12レース行ってください。2、6のみ、はい、単勝で、はい、で、大山さんは、うん、大山は何でしたっけ。大山ナンバー3なんで3に行っちゃってください。3だけ、3だけ、果たしてこの2、6、3で行くかどうかってことね。12レース当たるかっていう企画にしました。始まりますよ。かけてますね、26に、はい、3と、はい、3は大穴なんでしょう。これ3大穴よ。一番人気ない馬だった。倍率90倍ぐらいだったから。楽しみましょう。リノリノチャンネルスタート。スニー来てるね、乗ってきそうだね。全然わかんないです、僕の。6じゃん。6、あ、8、6、6、6、6と2。あ、あ、当たったじゃん。いや、8だわ、8か、8だわ、8か。あれ、3の方来ました。3番手が2だった。3パス乗った、あれ。3パス乗った。8だね、8、4、2じゃんからね。何でもセキララに。じゃあ、第2レースですね。全く2人とも全く、うんともすんともかすもしないし、僕は穴ばっかなんですけど。確かに1頭しかおらんしね、しょうがない。1頭しか狙えない。1頭しか狙えない。じゃあレース見てみましょう。6以外6今来てるね。2、6、3、6来てる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 。これも無理じゃないかな、いけるかな。3出遅れてましたけど。3出遅れてた。どこにいます。3はね、後ろにいます、後ろに。何が上がってきた？何が上がってきてる？俺はもうなんか7上がってきてるね。7、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 
3回3ペース。また当たりませんでしたね。じゃあ3ペースに切り替えましょう。やめていいですかこれ。3しなり。雨ですよ。第3レースまた見てみましょう。見してくださいバッキー。めっちゃ強いんじゃん。絶対いいんじゃないですか。6来てて9、11、6 3どこにいいんだろうね。3かすりもしないですね。3かすりもしてない。もうすぐ第4コーナー9が出るね。ずっと9が来てるね。
ってきてんの。9じゃない、6じゃない、6じゃない、上がってきてんの。上がってくる。結構空いてるけど。6行け誰一人見てなかった。ちょっと6がね、写真判定ですね。でもダメな気がする。ダメな気がするね。またダメ。一番人気だったのに。4レースです、はい。そろそろ当たりたいですね。当たりたいです。当たらないと。3はかすりもしませんけどね。さっきのもね、6ダメだったんでね、結局。じゃあ4レースですね。はい、そろそろね。今回もそんな期待はできないんで。3分の1終わってますから。確かに10頭しかない。いいよ。今も短い。5、8、2、6、2、また当たりませんでした。まだ後ろから2番目のうちのさ、はい、わかりましたよ。はい、5レース来ましたよ。これ2番人気だと思う。嘘、うん、おじゃ2、そろそろ当たるんじゃないですか。ダメだったからね、一番人気で。3は持ってるけど、もうきつくない。2、このままいけ、あ、いや、追い上げられそう。いけ楽しそうに走ってました。3どこ、3はないですね。2来たんじゃないの、ついに。楽しそうだったな。ついに2でしょ来た。うん、当たったんじゃん。当たった。ついに5レースにして当たりましたよ。2でしょ。14がさ、2と見せかけて3じゃないですか。2じゃない、あ、来たじゃん、2じゃん。来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。1抜け。当たるもんだね。5レースで当たるもんですね、うん、検証結果出ました。はい、5レースで当たる。当たる。半分行く前に当たる。何でも赤裸々に。はい、メインレース来ました。はい、人気馬いないんかい。人気馬ではどれもないです。いつも通り、いつも通りです。なんか名前がいいね。もう外の系はね、これで11,000円と22,000円かけて。やばくない？ただ金を消していく企画みたいな。いや、これ当てましょう。最終コーナーに入ります。あ、どう？あれ何が来てる？何？3来た？いや、87。871、うん、最下位でしたけど。お疲れ様でした。3は1個も当たらなかったし、6も1個も当たらなかったし、2は1回しか当たらなかったよ。この企画終了ですね。本当にた
だ金使ったんで。いつ。何場しよっと。当たりませんでしたね。まったくだよ。ですね。12DS 参加って全外し。いや6全外し。2は当たったんですよね。2は1個だけ当たったんですけど、まあ、1.9 倍とか1ダット1位なんですけど。2万4000かけて戻り1900円。大山さんはストレート1万2000円負け。ストレートの方がもはやかっこいいわ。ちょっとですね、まあ、結局ナンバースリーの男ってことですね。ナンバースリーにも慣れてないですよね。一回も当たってないんで。ちょっとリロさん機嫌悪くないですか。ちょっといやいや、そんなことないですよ。これなんか大山さんから告げ口入ったんですよ。はい、なんか勝手にかけてたとかって、これあ、ちょっとちょっと勝手にかけて、勝手にかけてたっていう、めちゃくちゃかけてるじゃないですか。めちゃくちゃかけてるじゃないですか。僕ストレート1万2000円負けしてて、裏で裏でね、裏でやってますよ。シンプル勝ちに来てる。いやいやいや、ひどいっすね。まあほぼ勝てなかったですよ。勝ちに行ってやられてますからね、はいはい、なんかボックスで100円10通り1000円の買ったつもりが、なんか間違って1000円にしてて1万円の馬券とか買っちゃって、それマジ外して。合計いくら負けたんですか。結局4万5万持ってきてて、多分2、3000円しか残ってないんで、4万以上負けたんですね。約5万負けたんです。じゃあ大丈夫っす。そこに比べたら、そこに比べたらもう全然大丈夫です。いやきついわ。あれ、大山さん最高いくら負けたんでしたっけ今までで。僕ですか、はい、僕は50万負けてます。やば、はい、まだまだまだ大丈夫ですね。じゃあ、そうですね、まだまだ全然余裕ですよ。はい、50万はやばいね、はい、ハードローンで50万借りてそのまま50万突っ込んで50万負けました。やばい、クズじゃん。ちょうどそこにはなりきれてなかった。全然余裕ですよ、今さ。マジだね、安いもんですわ。まあ、50分の1きついよね。もう頑張ろう。よろしくね。